にちは、いいものレーダーチャンネルのカズサンドです。今回はですね、不調からの脱却ですね、第5弾になります。で、今回はね、相棒に、はい、ピカチュウに来てもらいました。はい、耳がね、結構ね、こう曲がったりしてね、結構なかなか可愛いピカチュウになりますが、相棒としてね、今回一緒に、バトルしたいと思います。ここに置こうかな。バトルして、はい、見えないか見えないか。コースを選んでね。はい、で今回コースは、はい、ギラティノのアナザーをですね、狙っていきたいと思います。オリジンはね、もうゲットしてますんで、アナザーね、狙っていきたいと思います。まだね、持ってないのいっぱいあるんでね、まあ今回やばいなーね、コロナの影響がちょっと大きかったなと思いますが、さあさあ、まず道具は何でしょうか。あー、狙いかー。はい、この後のバトルで技が当たりやすくなるぞ。仕方ない、うん、頑張りましょう。まずね、気合を上げていきたいと思います。はい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 、はじめはそうですか。はい、野生のポケモンだ。バトルして捕まえよう。ポケチクとね、サイド。さあ、君のポケモンを出そう。はい、でこちらはね、いつもと同じメンバーでいきたいと思います。ボタンで決定。はい、気合を上げていきます。で電気タイプのベルさんね、ピカチュウがいるんでね、電気で頑張ってもらいたいと思います。そしてオンバット。コンボボーナス。まあ、見えないね、これね。はい、ピカチュウ。後ろもね、なかなかいい感じでできてる。気合アップ。さらに気合ピカチュウグーンとアップ。そして技の当たりやすさ。はい、いきましょう。味方の攻撃、攻撃ルーレット。赤いスーツ、攻撃アップ。ボタンを連打。はい、サンジャップ。一緒に当たった。ボールレバーで応援するとボタンを押します。味方の攻撃、攻撃ルーレット。赤い数字、攻撃や。一緒に当たった。160。ボールレバーで応援するボタンを押します。攻撃ルーレット。赤い数字を攻撃。グーンとアップ。いけ、電気ストップ。効果を抜群。はい、290。さあ、ここからの2連チャン、こらえたい。攻撃、防御ルーレット。さあ、ピカチュウ。黄色いマークを。はい、あー、まずは攻撃チック。いやー、ちょっと怖い。捉えろ。そうだよね。あー、抜群だもんね。うわー、いやー、どうしよう、どうしよう。あ、じゃあこれ入れときましょう。はい、ギラティナがね、出てきますんでね。はい、こちらもオリジンの方ね、入れていきたいと思います。さあ、メルタン食らえてほしい。さあ、避けて。おー、いや、いいのか悪いのか。はい、320。いやー、どうだろう。あー、危ねえけど。あと2回攻撃したかったんだけど。いやー、こう1回ミスしたいな。1回ミス。あー、当たったね。はい、350。あとね、30アップさせたかったんですけども、残念。倒れません。ボーナス。ボールレバーを倒せ。おー、モンスターボールだ。サイド。
えれるよ。じゃあちょっとね、シャイニングした方のサイロンでいきたいと思います。さあ、持ってないのでお願いします。交換チャンス。はい、今捕まえたポケモン。あー、持ってるね。これだと交換しない。レバーで選んでボタンで決定。あー、そう。じゃあ交換しない。交換しない。おたけびを上げてポケモンを呼び出そう。あー、気合を上げます。ボーナス。来ないのか。遠藤、久しぶり。遠藤完了。ガオレリスクを取り出そう。そうですか。100円を入れるとバトルを続けられるよ。2回目のバトル。さあ、ここで連続バトルボーナス。1枚多く使えるようになったぞ。 HP 回復。バトルスタート。ここでダブルラッシュを出しちゃっていいのかどうか。あ、出しちゃうでしょ。味方の攻撃、ダブルラッシュチャンス。マーク狙ってボタンで突破。600% 超えました。600超え。あ、どうだ。いいぞ。かっこいいよね。ギラチナのね、ハードルがめちゃくちゃかっこいい。これを投げよう。ゲットタイム。はい。はい、ここはいいんです。ここはいいです。ポケモンが、さあ次ポケモンを呼び出す。ギラチナを呼んで。ギラチナがギラチナを呼んで。お願い。お見事、ジェットキレル。周りのポケモンがオリジンからアナザーへ。さあどうだ。ウルトラビーストだ。そっち。持ってないか。はい、じゃあここ行きたいと思います。バトルを続けられるよ。ファイナルバトル、連続バトルボーナス。1枚多く使えるようになったぞ。 HP 回復。ズガドンか。ボールレバーで応援するポケモンをボタンを押します。相手を引き離せ。はい、味方の攻撃、攻撃ルーレット、赤い数字を攻撃アップ。はい、シャドウダイブ。効果を発電。相手の攻撃、防御ルーレット。ズガドンもね、火力ありますからね。気をつけろ。いやー、怖い怖い怖い。あー、メルタンはさすがにね。ガオリスをセット。どうしよう、準備してなかったんだけど。はい、じゃあボタンで決定。まあ
似てますけどね。スガドンとデンジモク、デンジモクでいきましょうかね。ボルネロスにはね相性いいかなと思うけど、相手の攻撃防御ルーレット赤いは勝てやすか。おー50、やばいやばい。さあピカチュウ一緒に耐えて、あーっと危ない。オッケーオッケー、ボールレバーで応援してるポケモンをボタンを押します。相手より味方の攻撃、攻撃ルーレット赤い数字攻撃アタック効果を発令。はいオッケー、ゲットチャンス今だ、ボールを投げよう、ゲットタイム。さあピカチュウ完全に見えないね。ポケモンゲットのチャンスだ、このボールを打って。マジか、ここできた。ボールレバーを倒せ。いやー久しぶり、マスターボールだ。久しぶりだけど、あなんだギラチナの時に来てほしかったな。そうですか、はい、すごい、はい、いやーでも久しぶりですね、マスターボール。ポケモンを連れて帰れるよ、レバーで選んで。ズガドーン、はい、ズガドーンゲットです。くねくね、はい、ピカチュウと一緒にゲット。はい、これでね、今日からの進撃は終了となります。いやよかったよかった、不調からね脱却シリーズ第5弾で、終了。ピカチュウが相棒でゲットとなりました。最後にもう一度ポケモンを捕まえるチャンスがあるよ、はい、タイミングを合わせて。あでも、ね、ここちょっと熱いかもしれないですね。スタート、いけ、うん、ポケモンを捕まえたぞドーミラーだって全然激アツじゃなかった。100円を入れると、はい、でもいいです。結果発表、今回のバトルスコアが出たぞ。はい、スコア、まあまあですね。君が手に入れたのはこれ、はい、スガドーン、やった、はい、こちらはね、プレゼントの方に回したいと思います。お楽しみに。君のデータを、はい、ということで、不調からね脱却できましたのではい、多分ね、はい、これからガンガン撮れるようになるのかな。はい、それでは See you next movie!